ロベルト・チェコンは、イタリアのウーディネケン・ジェモーナ・デルフリューリ出身の下、スキージャンプ選手。1987年から2003年までの16年間、ワールドカップに出場した。その間スキージャンプワールドカップで6勝、サマーグランプリでも1勝を挙げ1994から95年シーズンは、シーズン総合2位となっている。彼はその輝かしい業績にもかかわらず、イタリアでは、 知名度が低く、他の国において高く評価されている。彼は16歳の誕生日のわずか2日後の1987年12月30日に、オーベルストドルフでワールドカップ初参戦を果たした。ジャンプ週間4戦の最高順位は、初戦の54位であった。1989年の1月29日には、 シャモーニーで2位となり初の表彰台に上り1990年2月16日には地元イタリアのバルギィフィエン目で初優勝を飾った。1992年にはチェコスロバキアのハラホフで行われた世界フライング選手権で銅メダルを獲得。1994年のスロベニア、プラニツァで行われた世界フライング選手権でも銅メダルを獲得した。 2001年のサマーグランプリ最終戦にあたるオーストリアのシュタムスで行われた大会でも優勝を飾った。2003年シーズンのプラニサで行われたフライングヒルの大会を最後に引退した。この大会で彼の現役最後のジャンプが行われた後引退をしくして大会の数分間にわたる中断がなされた。 引退後イタリアナショナルチームのコーチとなり、2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピックでも選手団を指導した。ありがとうございます。